はい、どうも皆さんこんにちは。三木久保です。あんたに達させない男、足立良一ゴールデングラブへの道第20話やっていきます。さあ、特に何もなければ今回からオープニング映像が変わっているんですが、これが前回か前々回かの動画で言った、もらった映像です。いただいた映像です。いや本当にね、もう僕の作ったものなんかもう本当カスだなっていうレベルで素晴らしいものができて、いやもう本当に嬉しく思います。まあ、本来はもう今のペースだと、まあ、優勝できると思うんで、その試合を取ろうと思ったんですけど、まあね、いただいたんで後半戦も普通に取っていこうと思ってます。いやいいっすね、やっぱりね。まあなんだろう、よし、お、あ、マジで、おお、福田選手、よし。まあなんでしょうね、やっぱりこう実況者とそういうふうに交流を持ってて、こう何かやれることっていうのは本当すごくいいことだなってやっぱり常々思いますね。まあこういうのもあれなんですけど、一応その映像をいただいた実況者の方に、まあお返しっていうのも変なんですけどっていう意味で、またその方の実況のなんか何その実況 のシリーズをモチーフにした映像を作って送らせていただきました。喜んでいただけたみたいで、あ、まあね、嬉しいです。なかなかね、言葉がうん、そうでしょうね。まあですからね、ランナー一人どう生かすかというところでしょうね。いやー難しいですね。てか福田さんがそうか昇格してきたのか。いやーまああれですね、なんだっけ、今まで福田選手トレードしたはいいけど全然一軍来れてなかったんで、その点では見たかったなっていうのはありますね。去年だったかなの時に結構前半戦というかすごくホームラン打ってたっていうイメージがありますよね。おー、うまい、よく追いついた。さあ、なんだっけな、もしというか、5月1日の試合の時の、まあ、この投稿日がいつであれ、5月1日の時のオリックス戦でヒーローが足立選手だったんですね。その時のインタビューがもうなんか本当に感動して、もう思わず泣きそうになったというか、まあ映像でしか見てないんですけど、映像かな、スポーツナビっていうページで見たんですけど、動画で、もうなんだろうな、足立選手だからこそ重みがある言葉っていうか、こうもう一度この場に立てて嬉しいというか、まあ、野球がもう一度できて嬉しいっていう言葉がね、もうすごくこう胸に来てというか、やっぱりこう難病でね、難病と戦って、その病状によれば野球に復帰できないんじゃないかなって言われる、そんな病気だったんですけど、まあ今のところはまだ収まってるかもしれませんが、完治っていうのがない病気なんで、やっぱりそれを抱えながらもグラウンドで躍動する姿っていうのは本当にこうやっぱり感動するものがありますね。やっぱ足立選手はいいよな。そしてキャッチャーは伊藤、このバッテリーをライオンズ打線、もしよければ足立ヒーローインタビューかなんかで、足立ヒーローインタビュー5月1日かなんかで調べると、出ると思うので、よければご覧ください皆さん。
いやもう本当にね、2球目打ちました。この打球はフライになっています。取ってヒーローインタビューで泣きそうになるっていうのは、なんだろう、こう選手がこうなんだろう、あ間違えた、打撃プレーした、なんだろう、涙流してたりとかするとまあまあわかるんですけど、なんだっけ、そう、そういうのじゃなく笑顔でやってたっていうのがすごく印象的だなと思って、やっぱりそうですねもうなんか今日ダメだ、全然喋れない、どうした。いやーもうなんかやばいっすわ、全然喋れない今日は。なんだろうな、なんて言えばいいのかな、難しいな。1番バッターはキャッチャー組谷、2試合当たりが出ていません、やばいな本当に、何を話したらいいか分かんない見逃し三振まあそうですね、今の、まあ、野球の話で、まあ、野球の話は野球の話なんですけど、まあ、オリックスの話をするんであれば、ようやく金子投手が復活したなっていう感じがあります。まあちょっと前ですけど、まあ、無四球完封した試合がありまして、収録日の今日は、その次の金子選手の登板の、ロッテ戦かなの日です。はい、いやね、あのここ最近本当、あの僕の好きな T 岡田選手と俊太選手がものすごく活躍してるみたいで、もう何よりです。いやもうチームが勝って好きな選手が躍動するっていうのが本当にね、もう文句つけようのない喜びなんですよね、やっぱり。ただ最近ちょっと今あの守備についてフライを処理した西野選手の守備面がどうにも良くないというか、エラーがちょっと多いなっていう印象がありますね。まあ、言っても2年目っちゃ2年目ですしね、いくら社会人でだとはいえ、まあ、しゃーないんちゃうかなと思ったりはしてますけどね。まあまあまあ、そこは、まあ、打ってるんでお目に見ましょう。確か今のとこというか、収録日、5月6日現在チーム打率1位ですからね。あ、そうだ、あ、え、うーわマジか、ちょっと嫌な予感したけどさ、今のなんだっけ、もうホームランで、あ、そうだそうだ、皆さんゴールデンウィークどうやって過ごされましたかね。タイミング合ってましたからね。まあ、この一発で先制点を奪われました。まあ仕事とか言う人もいると思うんですけど、どっか出かけましたかね。僕はまあバイトです。はい、まあね、本当はね、こう野球の試合とかも見に行きたいんですけども、なかなかこう、まあ、お金はまだなんとか、まあそんなにパワープロ買って以降使ってないんで、間違い大丈夫なんですけど、まあ、時間がね、やっぱ時間がね取れないんですよ。かといってなんかそのこの日って決めてバイト休み取っていくっていうのもなんかしたくないっていうのも変なんですけど、なんだろうな、そう一人で観戦っていうのがまずやったことがないんで、一人で観戦はちょっと無理なんですね。まあかといって連れが、まあ、いないわけじゃないんですけど、まあ夏は逆にちょっとこうお金の方でなんだろう、悩んでるっていうのもじゃ違うんですけど、ちょっとねそういう点がありまして、なかなか誰かと行くにも都合が合わない。まあ当然親と行くのにも都合が合わないって感じで、まあ
まあ、去年3回見に行ったんですけど、やっぱ今年も見に行きたいなっていう思いはすごくありますね。京セラドーム大阪からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ライオンズの攻撃、バッターボックスは9番斉藤。パワープロ2016、まあ、そこそこやってます。まあ、なんだろうな、ルーキーのお守り使えばパワフルスもクリアできるかなっていう感じですね。まあ、2016はインサイド落ちました。くわ、なんだろうな、アレンジチームじゃないわ。まあ、もう本当ダメだ、今日全然言葉が出ない。どうした。そう、アレンジチーム全く関係ないわ。打撃フォームが結構追加されて、それを見るっていうのも楽しみだったんですけど、オリックスでいうとディクソン投手がピッチャーでは増えて、あとあの東明選手と、多分松葉選手もかな、多分前なかったはずなんで松葉選手が増えて、で、あと打者陣では、俊太選手が増えてて、西野選手も増えてて、あと足立選手も追加されてたんです。ちょっとびっくりしました。そんなに特徴あるフォームじゃないのになっていうのも、まあ、俊太選手も西野選手も足立選手もそんなこれといって特徴あるフォームじゃないのになと思いながら、それでもよく追加してくれたなと、コナミさんにはちょっと嬉しくなりますね。インサイド詰まりながらもセンターへ、ここはフライになっています。これは平凡なセンターフライ。変わったフォームが取りました。あ、そう、変わったフォームじゃないな、今フォームで思い出したんですけど、いまだにちょっとこうパワプロの方に逆にそんだけついてて、金子選手が金子千尋選手のフォームがないっていうのがなんか、なんでなんだろうな。プロスピだったらちゃんと再現されてるんですけど、何なのか、パワプロじゃ再現難しいのかなっていう感じで、なぜないんだろうっていうのはすごく疑問ですね。あ、うまい、福田さん。一塁アウトで3アウトチェンジです。いやーね、なんかね、今日全然ダメだな。今日両方ダメだな。どうした。足立選手も打たないし、8回の表7番から始まる、ここも喋りダメだし、どうした、マジやばいな、不調だな。ワンアウトです。お、バッターボックスには、ああ、山川選手、小宮山さん、ここで点差を広げるわけにはいきますよね。今年本当ね、躍動してますよね、山川選手。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。うわ、マジで日本に1本ホームランかよ。怖え、怖えな。代打要員かな、見た感じ。空振り三振、うまいね。小宮山さん、現在のピッチャーの状態ですが、どのようにご覧になってますか。まあ、そうですね、野球ポイントですからね。いや、パワプロ2016はオリックス、あ、なるほど、にあの去年の、ね、去年、まあ、2015年の、夏の、夏の陣か、夏の陣 の, あの地球をかたどったユニフォームがあれもやっぱり収録されてて、ちょっと驚きましたね。まあまあまあ、収録されてて当然っちゃ当然なんですけど、あとあの広島カープの、ピースユニフォーム、8月6日限定のあれも追加されてたってすごく驚きました。あ、これもあるんやと、1日限定やったのにこれもあるんやと思いましたね。やっぱり他の、まあ、まだあんまり見てないです。やっぱあのパワプロの僕の楽しみ方はアレンジチームを作ってそれの観戦を楽しむっていうところなんで。てかディクソン完投する、これ完投いけんじゃねえ。ワンアウトランナー一塁となりました。まあまあまあ、そんな感じでね。ああ無理だった。まあいろいろやっぱりこう思うところっていうか、パワープロの楽しみ方みたいなのは皆さんいろいろあると思うんですが、さあマウンドに上がったのは岸田。まあね、今シーズン35試合目の登板です。僕はやっぱ観戦なんですよね、最近本当に。サードうまくさばいて、よし、いけ、無理だね。ランナー1塁と変わります。バッターボックスは4番中村。まあリアリティ的に言うとそれは当然プロスピなんですけど、アレンジチームとかっていう点だとやっぱ3アウトチェンジ、パワープロなんですよね。それが魅力ではあります、やっぱり。あ、じゃあ負けてんのか。あ、そっか、負けてたわ。
あ、負けてた。今気づいた。やば。全然話してて気づかなかった。そうか、おかわり君に打たれたな。やべえ、マジか。これあれだな、開幕戦の出花じゃない、後半戦の出花くじかれたな、これ。やべえな、やばい。足立選手も僕の喋りもチームも不調だぞ。やばいな、こっから失速するなんてないよな。やめてくれよマジで。あー、ディクション、ディクションじゃねえ、ディクソン7勝3敗、騎士11勝4敗、中村拓也24号。今日は打ってないよな、3打席しか回ってこなかったもんな。うわー、これはきつい、これはきつい、やばいやばい。すいません、ごめんなさい。うわー、ういっす。福田選手って年下なのかな、あの喋り方ってことは。まあまあまあ、 7.5 ゲーム差はあるんで、まあなんとかなるでしょう。次回は北戦ですね。ということで、安打達成ない男足立良一ゴールデングラブへの道第20話でした。次回21話でお会いしましょう。以上、三木久保さでした。さよなら。